はい。皆さん、こんにちは。タカです。皆さん、お久しぶりです。えー、長い間、期間が空いてしまって、本当にすみませんでした。まあ、すみませんでしたって、謝ることではないかもしれないんだけど、なんかね、今までのこのお休みの期間に、何本も動画を撮ったんですよ。その、いつも撮ってるような、日本語の、を教えるようなね、動画は何本も撮ったんだけど、なんか、それって、やっぱり、僕が作りたいものっていうか、 発信したい情報じゃないなって思って、こう、ボツにしてしまった。ボツって英語で何て言うんだろうな。ちょっと待ってね。ボツ,ボツ,ボ,ツボツ。これかなうん。そう。だからこれからは、日本語を教えますっていうわけではなくって、自分が発信したい情報を、まあ、とにかく好きなように発信する。それを、こう、日本語で僕が発信することで、ポッドキャストのように、日本語のトレーニング、 リスニングのトレーニングだったりとか、スピーキングのトレーニングに役立ててもらえると嬉しいなと思います。で、字幕は YouTube の CC 字幕ついてると思うので、その CC 字幕をオンにしてもらえれば、英語だったりとかに翻訳することができますので、それを見てですね、やっていただくといいんじゃないかなと思います。で、そんな感じで最近じゃあ僕何やってんのかってことなんですけど、 自分でね、会社を作って、その会社で仕事をしています。えー、どんなことをやってるかっていうと、海外から、えー、海外のサービスだったりとか、海外のプロダクト、この、なんだろう、ういろんな、えー、例えばスマホのケースだったりとか、えー、バッグだったりとか、海外で作られたものを日本に輸入して、で、それを日本国内でセールする、販売するっていうようなことをやってます。僕はこう、 割と海外の製品とかも好きだし、逆に日本の製品を海外に紹介するっていうことも大好きなので、製品だけじゃなくてサービスだったりとか文化とかね、を海外に紹介するっていうことが大好きなので、まあそういう仕事をしています。この今動画をご覧の皆様の中にも、こう自分自身で D2C ブランドを持っていたりとか、 えー、私の会社こんなの作ってますってねいろいろあると思うのでもしそんな方はですね気軽にメッセージいただければ僕が国内の代理店になって、えー、サービスをプロモーションするということもできます今はそんなことをやっててでこの仕事を紹介したいわけじゃなくてでそれやっているうちにちょっと気づいたことっていうか少しこう文化のギャップをね感じることがありますそれはまず あの、時間の、こう、感覚の違い。例えば、日本人ってオンラインミーティングであっても、時間ってきっちり守るんですよ。もちろん人によって違うよ。もちろん人によって違うんだけど、ステレオタイプの日本人は、時間にすごく厳しいんですよね。例えば、AM9 時から始まるミーティングであれば、8時55分ぐらいから、パソコンの前に待機して、 時時ににななるる。と同時に接続しててみんなが集まってくるこれが普通なんですよね。ただ、割とこう、海外の業者さんとミーティングをするときって、9時から開始なんだけど、9時5分とかに普通に入ってきて、で、別の方は今度9時10分とかに入ってきて、みたいな感じで、なんか、ざっくりと9時15分から9時半ぐらいには本格的に始まるよ、みたいなこととかが、 結構あったりする別にそれが悪いって言ってるわけではなくて悪いって言ってるわけじゃなくてそういう感覚の違いっていうのがあるんだなっていうふうに感じています。うん、ただその分こう契約だったりとかにすごく厳しかったりとか徹底してこうビジネスのプロセスをしっかりと守ってビジネスされる方もとっても多いのであの見習うべきところは見習って。うんまあ、ただ ルーズだからといって、相手がルーズだからといって、僕がルーズになる必要はないと思うから、僕は時間に厳しいの。9時って言ったら9時にそこに到着したいから、そういうところはしっかりとしつつ、これからも、なんかこう、海外との仕事みたいなものをやっていけたらなと思います。そう、その仕事を始めようと思ったきっかけも、 あのまあ、何年か前にこのチャンネルを始めてでそこで初めてこう海外との交流をやってコミュニティを作ってでそのメンバーとすごく仲が良くてねあのいろんな話をしたりとかもしてたのでそういったことがあって今があるみたいなところで全部こう人生はねつながっていくのかなっていうような気持ちになっています。 はい。ということで、今回のポッドキャストっていうか、まあ、ポッドキャストだよね。ほぼ。うん。この、ポッドキャストで、リスニングの勉強をしてもらえたらとっても嬉しいなと思います。うん。もっと詳しく、こんな話が聞きたいとか、リクエストトークの内容のトークのテーマをリクエストしてもらったらとっても嬉しいですね。あの、コメントとかに書いてもらったりとか、そうだね。コメントに書いてもらうと、それ全部見るので、うん。そこで、 こんなトークテーマがいいなっていうのがあれば教えてください。じゃあ今回はここまでかな。ではまた。